資本金字着色、大風図、壁調布旧、ふすま調布により、桜図、長谷川急増文録6年6月15日は、安土桃山時代に活動した長谷川派の絵師。長谷川東博の子。能登国長谷川東博の長男として、千歳明王、清との間に生まれる。江戸時代の合志、伝玉衆や、長谷川家系府などは、急増を、 長谷川信春の俗称と記すものがあるが、研究の進展で今日これは否定されている。道母帝に、長谷川隆史拓、異母帝に、宗谷、左近。また、道母姉妹が二人おり、東白の弟子と思われる、東州、東学を婿に迎えている。大公期末十三に、名古屋城をふすまいに触れた箇所に、山里餃子の間、児童の色絵あり、 長谷川平蔵これを図すとあり、この平蔵を急蔵の動きだとすると、急蔵は、河の三つの狩仮の派の絵師たちに混じって、障壁画制作に参加したことになる。本庁画師では、河の正画さは父に勝り、長谷川派の中で及ぶものなし、父の画法を守り、人物、金獣、仮装に長じると高く評価されている。長男という立場と画技の高さから、 時代の長谷川派の統領として将来を職望されていたと思われるが、父に先んじて二十六歳で創生した。墓は本邦寺、法名は道厚し。ありがとうございます。